皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所の新社長に就任した東山紀之さん。こちゃにー喜多川氏による性加害について、常識外れの環境で長年過ごした人間なため、社長就任に多くの疑問を抱えている人も多いようです。また東山紀之さん自体も性加害をしていたといった話まであります。そして性被害を受けた人の中には、光源氏の内海浩二さんも含まれているといいます。そこで今回は、内海浩二さんが東山さんから受けた性加害や結婚していない理由をご紹介していきたいと思います。ジャニー喜多川氏の性加害が業界に知れ渡ったのは、2005年に木山翔吾さんという方が出したスマップへという暴露本の出版でした。木山翔吾さんはジャニーズ事務所に入所早々に少年隊のデビュー曲仮面舞踏会のバックダンサーに選ばれたりと優秀なジュニアでした。当時の所属タレントの中でもジャニー喜多川氏の一番のお気に入りだったそうです。同書によると、ジャニー喜多川氏は取材の時にもいつも木山翔吾さんを膝の上に乗せ、食事の時には木山翔吾さんに箸を持たせず、自分が口まで食事を運ぶなど、まるで赤ん坊の世話をする母親のような態度で接していたのだそうです。ジャニー氏の性加害問題でよく耳にするのが合宿所です。東山紀之さんも合宿所で寝泊まりしていた人物です。近年では自宅が遠く、翌日の仕事が早いためなどの理由で使用となるようですが、昔は合宿と名前の通り長期にわたり住んでいたようです。そして木山翔吾さんは初めて合宿所と呼ばれるジャニー喜多川氏の自宅を訪れた日に、ジャニー喜多川氏と一緒に風呂に入らされ、ジャニー喜多川氏によって全身をくまなく洗われたそうです。この時、木山翔吾さんは何かおかしいと気がついたそうなのですが、ジャニー喜多川氏にデビューをほのめかされて、あえて気にしないようにしていたようです。しかしそれから、ジャニー喜多川氏からのセクハラ行為はさらにエスカレートしていったようです。2度目に合宿所を訪れた時、木山翔吾さんはジャニー喜多川さんに突然後ろから抱きしめられ、硬くなった股間をまるで発情した犬のように太ももにこすりつけられたのだそうです。そしてジャニー喜多川氏は信じがたいことに、そのままズボンの中で射精してしまったのだとか。そして3回目に合宿所を訪れた時、木山翔吾さんは他のジャニーズジュニアたちと眠っていると、ジャニー喜多川さんが突如寝床に入ってきて、下半身に口を使っての性行為をされています。当時まだ性経験のなかった木山翔吾さんは思わずその口の中で射精してしまったということです。その日を境に、ジャニー喜多川氏はどこへ行くにも木山翔吾さんにべったりとくっついてくるようになり、ジャニー喜多川氏が運転する車の中でも助手席に木山翔吾さんを座らせて体を触りまくり、キス、キスしてきなさいなどと求めてきたのだそうです。そして木山翔吾さんが期待のジャニーズジュニアの一人としてテレビなどで活躍し始めた頃、ジャニー喜多川氏はついに木山翔吾さんに馬乗りになり、自らの臀部に木山翔吾さんのあれを入れると、ああなどと強制を上げるという出来事があります。これをきっかけにしてジャニー喜多川氏は木山翔吾さんをより特別扱いするようになり、さらに濃厚なプレーを強要されるようになります。こうしたあまりにもひどい性的な虐待を耐えに耐え、木山翔吾さんはついに光源氏として正式にデビューする道をつかみ取ります。しかしそんな矢先、木山翔吾氏はジャニー喜多川氏がジャニーズジュニアたちに正体不明の注射を打っているという噂を耳にします。光源氏として一緒にデビューする予定になっていた諸星和美さんが木山翔吾さんに、次は小山くんだから注射打たれる番と言ってきたのだそうです。デビューするにはある注射を打たなければならないと言われています。すでにこの時には木山さん以外の全員がジャニーさんにそれをされていたそうです。
数々の性的な虐待に耐えてきた木山翔吾さんでしたが、拒否し続け合宿にも行かなくなり、レッスンも行かなくなったところ、木山翔吾さんを除いた7人のみで光源氏がデビューしたということです。また木山翔吾さんはスマップへの中で東山紀之さんについても暴露されています。スマップへによると、東山さんは電気アンマでジュニアの少年たちの股間を足で刺激し勃起させて喜ぶほか、自分の陰部をよく露出させていたといいます。ジュニアたち数人で食卓を囲んでいた時、目の前の皿におもむろに自分のむき出しの陰部を乗せて僕のソーセージを食えと命令したとも記されていました。そして東山紀之さんは合宿所の麻雀卓を囲むのが好きだったとのことで、麻雀と匹敵するほど好きだったのが人のパンツを脱がすことだったと言われています。木山翔吾さんは、僕も何度も東に背後からパンツを引きずり下され、いたずらされたことがある。そしてパンツを脱いだままよろける姿でいる僕に、東はこっちへ来いと命令しながら、無理やりに僕の手を引いて麻雀卓のある部屋まで引きずっていくのだと語っており、麻雀卓のある部屋にはジャニーさんが待っており、おどおどする姿を見てキャッキャ嬉しそうにしていたといった話もあるようです。そのように被害を受けていた木山翔吾さんは、光源氏の内海浩二さんの性被害の悩みに対して、恥ずかしがったり躊躇せずに大胆になると飽きてくるというアドバイスをされています。そのため内海浩二さんはジャニーさんからの性加害や東山さんからの被害も受けていたと考えられています。内海浩二さんも東山さんからの俺のソーセージを食えと直接的な性被害に遭っていたのでしょう。そのためか現在もご結婚はされていません。今まで結婚していないのはジャニーズ事務所の性加害問題などから人間不信状態になっている可能性もゼロではありません。またジャニー北川さんや東山さんならず、光源氏の男性マネージャーも性加害をしていたことが明かされています。ファンの間では律郎と呼ばれる有名な人物だったようです。このように周りの大人がみんな性加害を行う人間であれば、 PTSD を発症したりトラウマを抱えて生きていっててもおかしくはありません。内海浩二さんのように一見独身貴族を謳歌しているように見えても、実は深刻な悩みを抱えているのかもしれません。現在はテレビなどで見かけることがほとんどなくなった内海浩二さんですが、今の年収はどのくらいなのでしょうか。ジャニーズ事務所の給料形態は昔は歩合制でしたが、現在は給料制となっています。また過去の功労者にはジャニーズ年金と呼ばれる保証があり、現在活躍していない人でも年収1000万円ほどの金額が支払われていると言われています。内海浩二さんの出演歴を見てみると、舞台は年1本ペースで、その他は先に紹介した BS テレビのレギュラー番組、雑誌の連載程度の仕事量です。今の仕事のみの収入で考えると年収は500万円にも満たない可能性が高いですが、かつて一世を風靡した光源氏のリーダーということで、年収1000万円程度のジャニーズ年金が支払われている可能性が高いでしょう。ただジャニー北川社長が亡くなり、藤島ジュリー景子社長の体制も崩壊した現在は、ジャニーズ年金の存続も危ないと言われています。ただ佐藤敦弘さんとの U&S の活動もスタートされており、今後はアーティストタレント活動にも期待ができそうです。今後の活躍に注目ですね。いかがでしたか。現在ジャニーズの性加害問題が起き、新社長になった東山紀之さん、過去に東山さんから性被害を受けた内海浩二さんは、どういった感情で記者会見を聞き、どのような感情で東山さんの社長就任を感じているのでしょうか。元光源氏として今回起きた問題に真摯に向き合い、今後のジャニーズを支えていただきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。